皆さん来てくださった皆さんありがとうございました。てか後ろめっちゃ汚いけどごめんなさい。こんばんは。お姉さん、後ろ汚いからこっち向こう。明日昼夜会行くの嬉しい、ありがとう。23日の公演気づいてくれてありがとう。どういたしまして。今日めっちゃなナチュラルメイクというか、なんていうか、なんせさ今日テストやったからさ早起きやって生かありがとう。さっきはアイスクリームまたありがとう、たくさんいいのに。テスト超今日の順調だよ。もうあのシールを全部捨ててやったもん終わった瞬間バーンってゴミ箱入れて。バリワイルドだろ。りょうかくん、かき氷ソフトクリームありがとうございます。こんばんは。あの資料捨てる瞬間が一番好きやねんな。大学あるある。いやな、また何枚が開花宣言後に待ってます。前髪めっちゃ伸びたくない？こんばんは。ゆっくん、こんばん、こんばんは。そう、新しい新スマホがなんかめっちゃ精密に映らん顔こんばんは。なんじゃこりゃってぐらい。明日は公演です。朝から平田くん、かわいい、ありがとう。いや皆さんたくさんありがとうございます。チーズクアイスクリームありがとう。いつも元気ありがとう。こちらこそ、こんばんは。明日お祭りなんだけど、ポニーテとお団子、絶対お団子100。うわ絶対可愛いやろな、お団子。ポニテも好き。あ、なちんちん、どうぞ、ありがとう。ピロピロシタンさん、ソフトクリームありがとう。こんばんは。今日の洋服どこのブランドなんだろう家にあって
なんか泣きそうな顔全然元気やね。なんか光の加減って目がうるうるしてる。ソフトクリームかき氷ありがとう。こんばんは。もう団子してほしい。こんばんは。ソフトクリームを食べる自分で作ってちゃおいしくないよ。メイミーまた行こう。チチくんハートありがとう。お水飲もう。最近さ、水飲む勢いがすごすぎて喉絶対むせんねん。お水飲んだら。蛍光灯の照明、あ、ナマくん食べてありがとうございます。蛍光灯の照明で目の輝きが。うるうるうる。明日公園行くよって方いてますか。かわいい、ありがとう。早起きだったからもう眠たい。早く寝て明日もう早起き頑張ります。また気づかない。気づいたよこの間。いや無理やねんな、ピンクの衣装高さ着たいけど無理なんだよな。負けないでもう少し、ピンクは近づいてる、どんなに切れないと思っても、きっと切れる。だってチーム M になるんだもん。ハッピー。みさこさん、かき氷ありがとうございます。でくれます。先ほどとは別人のように大人っぽい。ほんま？そう、なんかゆなさ、最近憧れの人が前髪をさ、こうこんな感じに分けてはって、それに可愛くてユナもちょっと真似してるんですよ。枝川くんラブレターありがとうございます。チーム M でもユナしか。こんばんは。こんばんは。すべては犠牲。
繊維に何を目指してる、誰も知らないあの場所、秘密の木がある、高い枝には美味しい果実が揺れる、背伸び背伸びしようぜ、かかとかかと、睡眠はしっかり取れてませんでした、テスト期間だったので。でもこれから取れるはず。こんばんは。やっと今日で春学期が終わったので、リナにも夏休みがもうすぐやってきます。火曜日から夏休み。こんばんは。かかとかかとあげろ。そう、中盤曲の中盤曲で髪飾りが今ツインテールになったんです。石尾さんに今日頃の行いがいいからって言って、ゆなよくツインテールやるからって やっていただいたんです。嬉しい。ゆかたんめちゃめちゃエイサーでした、よかった。ゆな頭いいんだよ、クックックック。自分で言うのって、いや頭いいっていうか、真面目に勉強したら時は取れるって感じ。なんか天才博多ではないけど、努力タイプ、努力タイプですだから物知りなわけでもなく、物知り、なんか変な知識、変な知識って言ったらなんかちょっと語弊を生むかもしれないけど、なんか得意分野とちょっと苦手分野はあるかな。けど大学はちゃんと行きました。高校から頑張ってたので。高校はそんな賢くないとこなんですけど、そこでトップクラスでした。おいおいおいカンニングはしませんよ。なっちゃんこんばんは、こんばんは。大学は賢い、まあ分かんないですけど、高校一番いいのいい大学行きました。高校の輩出者の中でだからなんかね、卒業の作文を書けって言われたんですけど、作文をね、でも結局書かなかったな時間がなくてこんばんは。なんかもうぎしってたけど、それは別に。こんばんは。まあ自慢話は置いといて、もっと勉強しますいやね、本読まなかったのね。それがねちょっと自分でもあれだなって思う、感じ悪くなった原因とか。文章をちゃんと読まないっていうのが。こんばんは。マラソンのイメージ、いや結構は何かと何でもできるんですよとか言ってあのマラソンスポーツも一応スポーツテストはいつも A でした
こう見えて。えな、おつおつ。まあその自慢話は置いといて。せやな、今からでも本読む。本読む。意外ですか？確かにかき氷ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。わかる。最近スマホやパソコンに頼りすぎて漢字忘れてきた。いやなさ、スミスのさことでさ、ちょっと書かないといけなくて、論文というか、ちょっとね、国富論とさ道徳感情論があるじゃないですか。その道徳感情論っていうのが出てこなくてで、他の議題のこと書いたもん。こんばんは。そう、アダム・スミス。数学は得意じゃないです。数学は中学までは得意だったんですけど、高校を文系にしたので、得意じゃないのです。全然なかったから、数学の授業が。こんばんは。てかめっちゃ寒なってきた。ここ氷の国のよう。え、勉強めっちゃ好き。やりだした止まらん。時間が無限にあるのならば、私は勉強する時間を増やすな。なんか学ぶことというか、自分の経験がなんか増えることが、その自分の身になることが好き。こんばんは。家庭教師になったらスパルタ。さっきお疲れ様でした。ありがとう。こんばんは。ゆいなちゃん、レンマスターありがとうございます。こんばんは。明日何の髪型したらいいと思う？最近ツインテールばっかしてるんですけど、一個見たいですか？けど髪飾りツインテールのしたんばかりだから可愛いねんけどな。どうしようかな。こんばんは。ゆれちゃん食べてありがとう。おやん。ポニーテール、最強ツインテール。女子ティッチュ。こ
のメンバーってどうやって髪型切ってる？わかる。他のメンバーに切ってください。よくわかんない。他のメンバーのこと。お団子？お団子なんか似合わんね。昼よりも夜落ち、ほんま？原田くん、お疲れありがとう。催眠術好きになりそうな、ななななななな、たたたた。キクさん、かき氷ありがとう。こんばんは。あれ、15分経った？ランキング読みますね、そろそろ。13位マイさん、12位バクくん。なんか前髪割れなった。11位キクさん、10位トシくん、9位ミサコさん、8位江戸川くん、7位コロコロマ、6位ヒータロ、5位マイルちゃん、4位ヒロトくん、3位シューチくん、2位ナッチュンチュン、そして入るチーマのぼうくんでした。ありがとうございます。のぼうくん漏れゼリフまで3、2、1。のぼうくん、今日はたくさんありがとう。にゃん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 ありがとうございました。皆さん、浴衣の応援もありがとうございました。引き続き明後日までやってるみたいなので、応援してくださると嬉しいです。スティーナの配信も見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。